どうもー影やんです。今日はですね人間かやりたいことをやると人間関係に恵まれるということについてお話ししたいと思います。そのね自分がねその心からというかですね本当にこうやりたいことをこうやるとですね えー、それによってねこう人間関係が良くなっていくというかこう必要な人がこう集まってくるというか、えー、そういうふうなことを僕は今年に入ってからね、えー、感じます。ほんで えー、コロナ禍ですねこうなってるんですけどもその中でもこう続けていっていることに関してはですねいろいろとこう人間関係もそうですしその、えー、情報的なこともそうですしねそういういろんなきっかけもそうですねそういうものがこう自分に寄ってきてる、えー、引き寄せられているというか、えー、そういう感じをこう感じますね。うんで えー、まあ、具体的に言いますと僕はその空手をねこう本当にやりたいと思ってこうまあ、思ってというかまあ、空手だけじゃないんですけどもその、うん、武道ですよね武道、えー、武道のをやりたいという感気持ちというか。その 本格的にというかしっかりとこう取り組みたいっていう気持ちはあってなかなかこう、えー、しっかりと続けることができなかったんですけどもその今年に入ってこう本格的にこうやりだした時にですねそのやっぱりそこでのね、えー、人間関係というかまあ先生であるとか先輩であるとかまあそこで生きてる仲間とかねそういうのっていうのはねこう 恵まれている、うん、かなり恵まれた状態でこうさせていただけてるなというのがすごくわかりますよねそのうん、あこれは明らかにこういい方向へ向かってるなっていうのがこうわかりますで、えー、体の使い方ですねその体の使い方を訓練してこれもこう本格的にやっていきたいと思っててでまあもちろん今もやってるんですけどもそうするとですねその 自分の,そのレベルというかに必要なもの、えー、もうちょっと上を行ってる人たちの、えー、情報になっちゃうんですけども、えー、そこであなるほどとこう気づくことがあってそこのまた訓練をしたりとかですね、えー、そういうことをこうできるようになるほんで、えー、体の使い方、えー、まあから、えー、武道なんですけど今はまあ空手にこうグッと入っててでその空手でこう肩とかね自分のこう 自分の動かしたいように体を動かせるようにするためにはどうしたらいいんかなって考えた時にそのダンスをしてる人っていうのは確実に自分の動きたいように動いてるなぁということを思ってねそしたらダンスを習おうと思ってこう、まあ、ググった状態ですねでいろいろ調べるとですねそのいいところがまあ見つかってで 見学に行ったらこういい、e、先生に巡り会えてですねまだ1回しか行ってないんですけどねこうちょっと怪我しちゃったんで1回しか行ってないですけどもいい、えー e、先生にこう巡り会えてちょっと何でもお話をあの聞くことができてこういろいろ取り組むことがこれからずっとできるようになるんじゃないかなというふうに思ってますだからそういうこうやりたいことがこう連鎖的に起こっているときにそのその自分にとっていいもう 最も良いベストなこう場所が見つけられたりとかですね、えー、そういう人間関係が作れていけたりとか、えー、まあ、ダンスに関しては人間関係はまだそのそこまでねまだ作れてないんですけどもえあの確実にいい人にこう自分が巡り会えてるなっていうのはこう分かってくるというところですね。そそしてですねその そういうふうに自分がいろいろ向かっていく時にこう自分の人間関係がそぎ落とされていってる感じっていうか、うん、そのまあ言ったらその贅肉というか、えー、贅肉はそぎ落としていった方がいいじゃないですかその脂肪がたくさんあったり、まあ、ある程度の脂肪はあった方がいいんですけどもそれと同じように人間関係もこうどういうんですかねこう 良くなっていくという,良くなっていくうんその無駄なものがこうなくなっていってるんかなとそれもね自分からねこう縁を切っていってるということよりもですねでそれまあ僕からちょっとないなと思ってえー、縁を切ってるも,ものもあるんですけどもどっちにしろねそのそれがこう結局 後々こうその人間関係あると邪魔になるもんなんですかねちょっと分かんないですけどもそれがこううまい具合にだから相手から距離を取ってるんで僕はそれに対してこう冷静に「ほしたらあのー、もう距離を置こうか」っていうことができるっていう状態だから僕からその縁を切ることができなかった人たちが相手から縁を切ってっていうのはですねそれは。 僕にとってどう考えてもプラスでしかない状態にこうなってるかなとほいでこう自分のこうあの芯、ー、からやりたいことっていうのがいろいろ見えてきてそれに取り組んでいくことによる引き寄せられる人間関係というのがものすごくいい状態になっていってほんで人間関係だけじゃなくねですねその情報であったりそのヒント、えー、気づきいろんなものがこう引き寄せられた状態。 にこうなっていってているだからやりたいことっていうのはその好き勝手やるっていう意味じゃなくてその自分がこうやりたいとこうずっとこうね一生かけてやっていこうとほんでえ現在も取り組んでいてそのやっていくとですねそのその時のこう人間関係というかそういうものがこう出来上がっていくんかなというふうに考えます。ほんでえお,店にお店に来ていただくお客さんに関してもですねそのそういうことが言えるんかなと思って。 たりしますその自分の,その施術レベルにあった人がこうそれをいいと思った人はもちろん来,る来ていただけるんですけどもそれに加えて自分にこうなんか気づきやったり課題を与えてくれるような人がこう来てるような感じしますね。 でこれやったらもうそのお客さんにのためになるために僕がですねいろいろとまた努力するっていうことになるんですけどもえそういうものがこう引き寄せられた人間関係仕事えお客様も含めてそういうものがこうあるのかなと思っています。だからあまりその無理してこう自分がこう集客する必要、まあ、もちろんそのやることはやる,やるんですけども。 無理やりこう追いかける必要はないお客さんを追いかける必要はないんかなとその必要な人がこうやってきてくれるっていう形なんかなと思ったりはしてます。もちろんそのできるべくんで、えー、お客さんのことを考えてどうですかまた、えー、ご来店どうですかっていうこう案内はしていくのはしていったらいいとは思うんですけどもそれでもねなんかこう自分に合った人、えー、お客さんにとっても、えー それが必要な人えー。僕の施術が必要な人、えー、何かこうお店に必要。お店を必要としてる人がこう寄ってきてくれるという、えー、状態になるかなと思って非常にね。こういい状態をこう作り出せているかなと思います。うん、なんかそれが。不思議というかね。なんかそういうなんかこう流れがこうあるんでしょうね。その。 人生の中にね流れがあってそれにこううまいこと乗っていってもちろん、えー、いろんな障害がこう出てきたりはするんですけどもそれもねこう楽しむまではいかないですけど何かこう意味があるもんだなんだろうなぁと思いながら、えー、こう取り組んでいくとですねこういろいろとこう前へ進んでいけてるかなというふうに思います。まあ うんまあ、昨日久々にね4週間ぶりにジョギングしましたけどもその怪我をして走れない状態で、えー、その状態であってもこう自分がどうするかっていうことをこう考,えさせ考える時間を作らせていただけたかなと思ったりもしてねなんか一つ一つが結構意味があることで、えー、自分にとっては必要なものを ななんかなといいう,うに思いますだからあまりその何か無理をしてこう人間関係を作る必要はなくてですね、えー、必要なものがこう自分に寄ってきているそれに対してこう感謝しながらえしっかり受け取って気づきなどをいろいろ気づいてで活動していくっていうのがいいんかなと思っております。ということで今日はやりたいことをやると人間関係が良くなるって、ね。 ということについてお話しさせていただきました。では今日もヨッシャでいきましょう。どうもありがとうございます。